の明です。担当している店舗は夏若葉台、ボールドジム東中野東京、キッチン新小屋の3店舗です。皆さん元気してますか？はい、で今回みんなには頑張って振り付けを覚えていただきたいと思ってこの動画をアップしています。でもしよかったら早めの意味も込めて、まあ、インスタグラムとかにアップできたらアップしてみてください。内容に関しては、ベーシックの内容にしております。ただベーシックといっても結構最初にみんな踊る子も多いと思います。なのでスターター要素も交えながら体を大きく使えるようにみんなしっかりを置いて練習してみてください。多分体が相当なまってると思います。なのでそこの意味を込めて大きくしっかり音を聞いて踊れるように頑張っていきましょう。では早速振り付けの方に入ります。どうぞ。はい、では実際に振り付けの方をやっていきましょう。まず、先生は今裸足でやっていますが、実際練習するときは靴を履いても OK、 裸足でも OK、 どちらも大丈夫です。気にしないで練習しましょう。では行きます。最初からいきます。5、6、7、8、9、足を上げます。で、ていこう。1 and 2 and 3 and 4、 そしたら and 足上げます。 and 両手に出しますとしてランニングマンを倒します。 5 6 7 8、 足を上げます。そして右足からキックキック、前キックキック、横。そしたら右足からアップで5 6 7 8 1。そしたら寝返しを上げます。 and 2 and ターンします。 3 4 5 5 5 6 7 8 前反対前前7 8。以上します。ではゆっくり解説をしていきましょう。どうぞ。ゆっくり解説をしていきましょう。まず最初、アップのステップです。しっかりと胸と膝近づけてアップに準備します。ここで、ね、しっかり準備してお腹と膝を近づけて、手もしっかり上げて、1 and 2。この時に足をしっかりとクロス、クロス、しっかりと7 8、 1 and 2 3 and 4。円で足を入れた時お腹に持っていきます。この時手がここにあるのでまっすぐ持っていきます。で、苦手な人は引くだけでもいいです。余裕がある子は手をしっかり胸を持ってきて5 4。で、今度は横向きます。6 7 8。そうで、もう一回右足にいきます。4。そしたらここはまっすぐ前に一回キックします。かかとからキックキック、イメージは2回目キックしたらポン、ジャンプをするイメージでキックキック、前に向きます。さあ戻って足キックキック、足はできればハの字型に蹴ってますが、苦手な人は前前ジャンプ、どっちでも OK です。余裕がある人はキックキック、でそのまま右足からパワーで1 2 3 4 5、 ちゃいます。次、この右足を引いたときに、左足を上げます。反対まっすぐ、落とします。もう一回、右足上げて、クス。このままターンします。7 8。で、右足を上げて、手を胸の横に持っていきます。と。で、右足はキック。両手は右手が斜めです。左手が斜め下。に持ってくるように、キック。今度は足入れ替えたら持ってきて右手だけを刺して円刺す。そしたらこっちにジャンプします。ポッ。この時に次いつもだとリズマンキーをやるんですけど、リズマンキーの時に体をしっかり振って前ツースリー反対ジャンプ5 6 7 8。この時のポイントはしっかりと辺の字を作ってあげて、まっすぐ、体を前、頭とお尻が遠くになるようにしっかり出してあげましょう。1 2 3 4。今、振り付けの時には左右にこっち向きとこっち向き2パターンあるんですけど、苦手な人は1 2 3 4 5 6
7、8、同じ方向8回でも大丈夫です。見ていきましょう。せー、こっちか、せーの、パーチ、セーブン、エイト、ワン、ツー、スリー、反対、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン。はい、で今前の時に手は今手首は気をつけています。でも実際には開いて閉じて開いて閉じてだったり、手を曲げても全然いいです。こちら、まあ、あんま曲げることないかな。前、よくよくクロス、横、クロスっていう風に自分の手のアレンジはいくらでも加えて大丈夫です。またしっかりリズムのことを意識してやってみましょう。では音で取りましょう。はい、お疲れ様でした。じゃあ、曲名はここに載っけてあります。ここにあるのをしっかりチェックして、お家でしっかり練習してみてください。また元気でみんなに会えることを楽しみにしてます。またね。